まあ低い音はこうやっていくらか楽器が上に上がりますよね。低い音の方は、波がの、まあ、あの振幅数、振動数が少ないんですけど荒いですから、そのままの、もちろんこのままでも出せなきゃいけないですね。その時は今度は逆に、まあだからいろんなことを言う人いますよね。楽器の角度あまり動かしちゃいけないという人がいますけども、そういう人に、限ってと言っちゃおかしいですけども、そういう人はあの口の上下の開きで、楽器の角度は動かさないようにしていると。ああこうなりますよね。ですから大きな音もですが、これで15度ぐらい、15度いかないのかな、10度ぐらい、ちょっとこう楽器の角度が、それと同じように低い音も、同じ角度でも出せますけど、どんな人のビデオを見ても低い音は少し上がってますよね。あの逆に出す人いますよ。こういう出し方する人いますけど、必ずその時は今度は歯の方で、歯の開きで対応してますよ。ですからよく見てください。こういかずに、これはまあ例えば、こういうふうに一挙に上に上がったりするときにふらつきますので、上から降りてきたときなどは一定の角度で口の開きだけで対応する。その音だけ単独で出すときは、まあ普通の場合や、ここに出しますね。それから大きな音も同じです。もし角度を上げなかったら、上向いたときは小さな音を出しにくいですよね。